50% 減税、そして法人事業税の 50% 減税、これを今回訴えております。分かることが第1党にもう一度返るたび、この痛みですね、苦しんでいるそれぞれ公作民、都民の懐を、使える所得を一人と今増やしていく、このことが私は今大事ではないかと思っております。私たちが第1党に返ったことによって、仮とこの公約を実現をしてまいります。そして3つ目には、またにも自民党と公明党さんで成立をさせた東京都子ども基本条例、この具現化です。そして施策の展開です。これを何としてもやってまいりたいと思っております。国では子ども庁を設立をする準備をしております。東京都も東京都子ども基本条例に基づいた子ども局を創設をして、私は子どもに関わるさまざまな施策を一つ一つしっかりと実現をしていく、その体制を整えてまいります。大森に特別出張の後に児童相談所を設置すべく、今東京都と大阪府では自治体の一致をしております。そのありがとうございます、人材の育成をさらに加速させます。そしてこの児童相談所を大学における子育てセンターにしてまいります。そしてこの児童相談所機能に加えて、子育て相談の機能を充実させる、そして会議機能をこの会議場の後に来る子育て政策をしっかりと作り直して、大阪における子育ての充実をしっかりと子どもが連携をしてやっていきたい、このように考えております。四つ目には、この例年に近づく台風分水害、こういったことに対する対応です。上池市や地区のこの過去に起きましたさまざまな被害、これを受けて地元の県が技術を受けるに自治体に要望するわけ、東京都としても、また私はこの大阪の中でこの上池市の長い研究、この対応区に設定をさせていただきました。今、下水管の整備や、この1時間に100ミリを超える、こういった物理のある中で、下水管の整備などにも、このスピードを上げて、その激甚化する台風に備えた、こうした対策が進んでおります。令和元年の神奈川、この越水、こういったことに対する、下水管の整備や水門の整備も2年間で今整備が完了をしたところでございます。こういったことも地元の議会の仲間と一緒になって、一つ一つこの防災対策を前に前へと推し進めております。そして私には夢があります。大田区の臨海部の開発、この鹿児島市の東口から安心して上蘭島や天神島や昭和島のスポーツ施設に自転車で行ける、そんな自転車道を整備をする。そしてこの臨海部の堀内公園におけるシェアサイクルの自転車駐輪場の整備を、公安局と条例を変えることによって実現をしてまいりました。東京都でもこの新しい臨海部の今プロジェクトをスタートいたしました。
しかしながら今の東京都が示したこの臨海の計画というものはまさに縁だけでございます。ここに地域の皆様の声を、大田区民の声を聞き、そこに吹き込むのが私鈴木明方の使命でございます。上南いずれ地区活性化推進議員連盟の会長として自民党の区議会の仲間、公明党の区議会の仲間と一緒にこの大田区の臨海部を魅力ある拠点作りを今進めております。この大田区の臨海部をありがとうございます。品川区や中央、港区、こういった東京湾の臨海部をさらに防災機能を取るか、そして魅力あるこの運河を活用したこの防災船着き場を観光にも使う、こういったことも都政府政連携の中で実現をしてまいります。こういった大田区の臨海部をしっかりと夢のある地域にさらに発展させていく、そんな私には夢があります。こういったことを実現するためにもこの大事な東京都議会議員選挙はいよいよこの週明けの6月25日から始まります。私たちには仲間がいます。区議会の大勢の仲間がいます。そして自民党と公明党がしっかりと連携をして東京都政を取り戻すことによって、私はこの大田区のさまざまな問題、そして東京都のさらなる発展、しっかりと全力を尽くす覚悟でやります。皆様のご支援、そしてさまざまなご意見、引き続き鈴木明方に応援を賜りますように心からお願いを申し上げまして、鈴木明方の東口からのお伝えをさせていただきます。ご清聴誠にありがとうございました。ただいまは鈴木明方の議会に本人から皆様にお伝えをさせていただきました。浜田駅ご出身の皆さん、今週の金曜日、金曜日から東京都議会議員選挙が始まります。ぜひ都政に注目してください。コロナの収束を進める限りはワクチン接種率の向上は必須です。そのため行動を持ってしっかりと勝ち取りをしていかなければなりません。悪化コロナを受けて東京を立て直す、日本を立て直すための戦略が必要です。この戦略は役所の中で確認されるあれなんです。町の皆さんと話して、それぞれの職域団体の皆さんと話して、皆さんとリアルな現場感覚を持ってグラを作っていかなければいけない。我々民主党は皆さんと共にあります。皆さんと一緒に働き、皆さんと一緒にこれから先の社会を作って、これが我々民主党の立ち位置なんです。ここに皆さんの共感をぜひ鈴木明方都議会議員に集めていただきたいと思います。ここでのお忙しい中に松原秀典鈴木明方を応援にかけてください。松原秀典さんから皆様にご期待をさせていただきます。
選手も夏休みに進んでおります。選手を早く終えて、そして安全なコロナ対策を講じていきたいと考えていることでございます。また今も地域に入ってまいりましたが、やがて秋になりますと会場シーズンがやってまいります。一昨年が全競技に水害が起きました。これも早く対処して、すでにこの対策は行われております。完了しております。とにかくこの対策、災害対策に全力を注いで、大阪民の生活と生命を守ってまいります。その先頭に立っていくのが鈴木秋政、まさに秋政、鈴木秋政でございます。私たちは国会に、都市内に、都市内に、臨海に、力を持って皆さんのために働いてまいりますことをお伝えいただきまして、ご同情に言います。私のご挨拶とさせていただきます。どうか自民党をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ただいま、博士さんという
住民と太田総局幹事長から皆様にお伝えをさせていただきました。責任政党自民党決して異論があることから逃げずに真正面から立ち向かってまいります。さらにこの都議選に向けては鈴木秋正都議会議員が立候補予定をいたしております。ぜひ都議選において鈴木秋正さんがどのようなことを考えているのか、こういったところにも今日の今週の金曜